おはようございます。花粉で声やばいです、すいません。リズム高の一日をお送りしたいと思います。おはようございます。寝癖ボンバーです、すいません。朝だいたいこんなもんです。今から朝ごはん食べます。現在7時40分。今日はいろいろあるんで、その度にちょっと連絡していきます。奥さんがまだ寝てるので洗面所からお送りしました。ほんで朝起きてからすること1つ目、大うんこかましてます。我が家のトイレは頑張ってトイレットペーパーの芯をこうやって並べてピラミッドにしたのかな思ってます。画面では匂いは伝わってません。よかったです。はい、おはようございます。朝ごはんは基本はバナナ黒バナナか目玉焼き作ったりしてます。まあ朝はちょっと食べてます。あとはプロテイン、はい、これエルゼックスっていうね、リゼムの共通の CI の友達がやってるプロテイン、エルゼックスプロテイン、これめちゃくちゃ美味しいんで、タンパク質 20.5、朝から取れるんで、朝は大体もうプロテインかな。プロテイン多めやね、基本は。ってことで、プロテインを飲んできます。いや、プロテインもね、ほんま、めっちゃいろんな味あんね。よく飲んでるのがエルゼックスさんとバルキスさんと、僕がジムに行ってるイントナインっていう、これかな、イントナインっていうプロテイン、これストロベリー味ないけど、これは酸味があってちょっとスッキリするタイプの飲み物やな。花粉やばないほんま、えぐいねんけど。これから新宿の方に行きますので、あんま時間がないから急ぎ目で。エルゼックスのプロテインはほんまにシェイクしてむちゃくちゃ溶けやすいね。あんまダマない、多分これぐらいで飲めるのかな。はい、いただきます。全然ダマないわ、このリレーバナナ。ちょっと今日すいません、お前はいつも座ってね、向こうのリビングで食べてるけど、ちょっとあんま時間がないんで、立って食べさせてもらいます。バナナ。うん。あと一個。今日は特別な朝ごはんあります。味噌。俺の一番好きな味噌をちょっと紹介していい？みんな何が好き？ポンデリングとかじゃん。ゴールデンチョコレートとか、あの黄色いつぶつぶのな。違う、これが一番うまい、ハニーチロ。これマジでうまいから、これマジで食べてほしい。これもちょっと今立って食べさせてもらいます。ご了承ください。あーうまい、もう食感がいいね。食感がめっちゃ寝起きの神にしてんな。寝起きめっちゃ先端わけなんねんな、なんだろ。みたいな感じで朝ごはん終わりますので、これから髪の毛とか直していきたいなと思います。はい、ということで改めまして皆さんおはようございます。今からですね、リズム高一日 Vlog やっとスタートです。まあ寝起きボンバーですか、ほんまガチな寝起きやからな。ということで、こっから今日の予定は、午前中に小顔に特化した美容の施術してもらって、あと普通にボディケアもあるんで、体もちょっとケアしてもらおうかなと思ってます。ここ最近ちょっとリズム忙しくて、今日で丸々1日休み、月で2日目なのかな、2日目なんで、ここに1日オフでできることをちょっとババババッと詰め込みたいなと思います。ちょっと夜はとある会社の方と飲みって打ち合わせのミーティングがあるんで、それまでちょっと予定を詰め込みたいなと思います。それでは行ってきます。ということで、おはようございます。朝9時半から小顔矯正クラにいつもお世話になってるんで、今日はその施術をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。さて、この
1万の施術をいただきます。いやん、タクが毎度のことながらパンチやんね。うん、ちなみにクラは俺の日体大の後輩で、俺がサッカー部でサッカー部のトレーナーとしてサッカー部に帯同していた。タダ君が4年生で10番つけてる時にちょうどついてた、ね、そうそうそう、うん、当時からこんな感じで右ハム側って言って、そうそうそう、ハムがね、これだ、それこそ慶吾くん動画はめちゃめちゃ反響良かったですよ。惜しいね、はい、すごい連絡いただいて、お客さんもめちゃめちゃ来てもらって、いや、ここでもマジでみんなほんまにいいよ。あのね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっといじめます。あこれとかね、普段みんな受けへんと思うでしょ。あこれよいしょ、これね、ちょ、ないぞ、腸腰筋です、腸腰筋の腸腰筋、こんな押す人いないですよね。そうそうや、そうそう、それ言おうとした。腸腰筋をね、こうグッと押されるんやけど、このね、内臓をね、押されるのめちゃくちゃいいからね。だいたい施術で何時間ぐらい、オールで、体と顔だと100分です、ね、うん、そうだね。でも体と顔やってくれるからね、めちゃくちゃいいよね。体やんなきゃ顔は変わんないっすよって思っちゃうけどね。顔だけやったらね。そう、まず体見てってことだね。そう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 。ちょっと俺初回伸ばそうかなと思ってて、時間足んないんですよ、2時間おで、まあちょっと初回も値段上げるのと、施術時間としてもなんか初回の人って体ガチガチなんで、うんうんうん、まあ、体知らなあかんしな。そう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 、俺みたいにこれ何回もな触ってるんやったらもうそれ大体分かってくるけど、そうなんです、初回の人はな、ちょっとまっすぐ待ってくれて、体をなこう見なあかんから。そう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 、いいと思うよ。それこそ本気で変わりたいって人が来てくれると思う。そうですね。タカ君はプレーとは似合わないぐらい本当に体繊細っすよね。意外とね、プレーめっちゃゴリゴリしてるの、体めちゃめちゃしないかもだよな。やっぱ試合続いて体きついっすか。いや、きついきついきついっすよね。ああ、めっちゃきついよ。なんかそんな感じの体になってますね。いや、めっちゃきついめっちゃきつい。強度高いんですね、やっぱ、うん、よいしょ、ああ顔に移ります。はいよ、小顔矯正です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寝ます。そしたらセルキューいきます。はい、セルキュー入ります。入ります。一応あのちゃんと説明しとくと、筋肉の収縮と弛緩を繰り返して全体的に緩めとく。顔の歪みとかって筋肉が引っ張っちゃってることが多いので、それを緩めた状態でまた骨を動かしていくという感じで。なるほど、俺の大好きなセリキュアね。あ、軽い電気ショックやと思ってた。皮膚がこう、って動くぐらい。そう、でも、気持ちいいですよね、それが。本当、動画で伝わってるかな、この動いてる感じ。体で痛いことしても最後の方は気持ちいい。いやマジそれな。俺それ言おうとした。マジで気持ちいいけど。最後気持ちいいで帰ってもらえたら。ああ、OK、マジで気持ちいい。ひどかった。
脳がおかしくなりますよね。痛いが気持ちいいで買ってるからね最終的に痛い痛い痛いと思ったら、あれもう気持ちいいやけど。じゃあラバフト測ります。はい。ちっちゃさが変わらなくなってきましたね。パーツは整ってるはずですけど。で、そしたら浮き上がって、はい、入って、よいしょ。で、ここにあっち向きで座ってます。ラッキフトします。はい。はい、ということでありがとうございました。花粉症と気持ちよすぎたあまりほぼ寝てましたねそうっすね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のビフォーアフターがこんな感じです。はいはいはい、はい、ビフォーアフター。おえええもう結構いい感じですね。一応3日前の1年前がタカ君最初に来てもらった日、ちょうど1年だったんですよ。はい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 。で、1年前のタカ君、今日のタカ君。俺全然ちゃうだな。1年前なんか顔むくみすぎやろ。マジで。目とかも大きくなったし、骨がずれててるの分かります？うん、確かに。こっちにずれてたのも治ってきました。確かに。はい。もう全然違う。ブサ。めちゃくちゃブサイク。男前になった。めちゃめちゃイケメンになりましたね。全然違うね、やっぱり。やっぱ継続強いっすね。うん。うん。体重は変わるんすか？体重はそんな変わらんけど、顔がシュッとなったとはマジで言われる。こんぐらい変わります。いや、めちゃくちゃ変わるやん、マジで。1年間で9回ぐらいですかね。おう。ほぼ月1で、まあ、空いちゃうときとか。でもそれでそんな変わる？そうすごいね。ありがとうございます。ぜひ。で、そうっすね。なんかあんの？ちょっと4月16日に値上げをする予定なんですけど、うん、慶吾くん動画反響あったので。まあ、慶吾もな、はい、言ってからな。リゼムの動画、この動画見てきたよって言っていただいたら値上げ前の料金でご案内しよう。おお。はい、まあ、ちょっと先着15人とかにしよう。15名。はい、なるほど。もうそれはすっぱり切っちゃうので、そんな感じで。あ、じゃあ詳しくはちょっとクラのインスタとか貼っとくから。そうっすね。そこに DM とか、まあ、はい、全然分からへんことがあったら、そうクラに聞いてもらったら、ぜひ聞いてください。はい、ということで、あの概要欄の方に小顔整体のクラ、はい、インスタ貼っておきますので、そちらの方、はい、見ていただいて、分からないことがあればなんか聞いてください。はい、DM か公式 LINE があるので LINE ください。はい、ということで、ウィナーズのメンバーも行ってますし、そうですね、今ナスさんとかもね、ストーリー上げてますんで、そっから飛んでもいいですし、はい、よかったらぜひ、マジで効果あるから。ぜひ。まあ、一回騙されたと思ってね今のビフォーアフターでもね、今日だけでも俺だいぶ変わってるから。そんな感じでまたこれから移動していきたいと思います。花粉症と戦ってください、うん、ありがとう、マジで。ありがとうございます。今日も、はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、小顔矯正クラ、終わって次のところに移動したいと思います。雨降ってる。電車移動で、まあ、30分ぐらいかな、ちょっと移動してまた別のところに行くので、その時にまた喋りますね。はい、ということで、次移動してきました。移動してきた場所は新橋にある、歯医者さんなんですけど、そこの歯医者で、スポーツマウスピースって言って、スポーツ専用のこのマウスピースを作りに来ました。今日はちょっと肩とか取ってやっていく感じになっていきますので、小顔矯正して体のケアしてスポーツマウスピースを作りに来たということで、行きたいと思います。ここです。新橋鳥森通りしか、ここで作っていきます。行ってきます。はい、ということで、歯医者終わってマウスピースやってきたんですけど、マウスピースが思った以上に良すぎて、これ動画にしようかなって思ってるので、後日ちょっとマウスピースだけの動画を上げようかなと思ってます。あと何回か行って歯の型といろいろやっていかないといけないんで、それが終わり次第また動画にしたいと思います。で、今からちょっと表参道の方に移動して、モットーさんで全身脱毛していきたいと思います。めっちゃ爪爪やから、日程むちゃくちゃやけど、思いっきし詰め込みました。モットーさんです。はい、行ってきます。
でも何もやってないですよ。とってもないです。え、そうなんですか。そうじゃないです、そうじゃないです。めっちゃ綺麗です。すごい。でもちょっと生えてるでしょ。え、薄く。でも薄いのがちょろちょろぐらいです。いや、もう薄いのもなくしたいです。でも、なくせそう。めっちゃここから開けていきます、はい、どうですか。あ、いきます。全然太ももが少し残ってるので、そこだけあのしっかり当てていきます。やっぱ多少は生えてくるんだけど、はい、マジでもう全然生えない。びっくりする。ありがとうございます。このままでどのくらい？ 1 年？いや、1年も…1年いっちゃいます。大丈夫です。でも夏のイメージがあったんで。いや、夏、確かに真っ黒ですからね、僕。マッサーされてる方だと思う。みんな黒いですもんね。すごいですね。どんどん焼けていくなみたいな。めちゃくちゃ真っ黒になるでしょ、みんな。みんななってますね。ね、コナンの犯人ぐらい。え？コナンの犯人ぐらいね。混ぜに来てないぐらいの。え？とか言っちゃった。やばい、今週のボケがすごい。聞き間違いかと思ってます。でこんな感じで楽しく脱毛ですよ。え、これお尻とか出しても大丈夫？今更なんですか？いや、全然お尻大丈夫です。あ、お尻大丈夫。今、いくつでしたっけ？23です。あ、23か。若い。いや、いやいや、あの、そうですね。もうどんどん日が経つのが早すぎて。あ、日が？あ、そうです。あの、はい、すぐ多分年齢重ねちゃうんだろうなって。いやいや、マジでそうですよ。危機を感じてます。気をつけてください。気をつけて上半身、はい、このままいただいて全然大丈夫。行きましょう。ありがとうございました。本日もモットさんでした。もう全身いつもツルツル。ありがとうございます。皆さん、モットーさんめちゃくちゃいいのでぜひ来てみてください。もうね、やってくれる施術の方もめちゃくちゃフランクで話しやすくて最高なんでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、また予定あるので次のところに向かいたいと思います。はい、ということで、ツルツルになってきました。ほんで今からまたちょっと別会場に移動して、とある会社の方とちょっとご飯の会食があるので、そちらの方に向かいたいと思います。で、これにここはもうリズム集合するからもはやオフじゃない感じするけど、まあ次の会場に向かいたいと思います。ご飯に行こうとしたんですけど、まあホワイトデーも近いということで、ニコ&さんで奥さんにホワイトデー買いました。さんでホワイトデー買って、奥さんのインスタ見てください。多分載せてくれます。ということで、ご飯に向かいたいと思います。で、フラッと寄った店でブリストル買っちゃいました。これも奥さん用ですね。めちゃくちゃ可愛いやつやったんで、奥さんにブリストルをプレゼントしようかなと思います。ソフさんで買いました。ニコ&とソフのブリストルでお返ししたいと思います。はい、ということで、もう着きます。あ、いました、いました、いました。全集合してました。飯やと思ってなかったんですけど、1日 Vlog 最終日です。回します。何してんの。はい、タムショウ君もいます。あ、今日撮ってんの。ずっと撮ってるから。はい、ということで、飯ですか今。ご飯です。オフじゃないけどね。ミーティングですね。ミーティングの打ち合わせがあるので。確かに、もう会食ですから。はい、行ってまいります。はい、ということでやって終わりました。現在の時刻23時14分。今、とある会社の方と打ち合わせが終わって、全日程終了しました。午前中に、クラのところで、整体と小顔矯正、そして移動してマウスピースの制作。そのマウスピースの制作が、ちょっとね、時間かかるので、
まあ、それ以外のことをちょっとやっていきたいなと思ってます。肩取ったりとか、それまでその微調整とかやっていくので、これはちょっとまた別企画でちょっとこれからやっていきたいなと思ってます。そして、モットーで全身脱毛してもらってからまた移動して打ち合わせのご飯ということで、まあバッタバタの一日でしたが、まあこういう日に日程を入れていくんで、寝起きからでしたけど、また第2回があるということを楽しみにしててください。それでは家に帰って寝たいと思います。今日一日ありがとうございました。